選ばれし小尻犬レーダー教と一緒にカイロレンと一緒に行ってくるあのおじいちゃんと一緒におじいさんはどうしたの？おはようございません。いってらっしゃい。宇宙戦争へ行った行ったね。さん今日はスタバスか今、うん、7時半、ちょうど1時間過ぎたんじゃない、映画始まって、来たやろ。おじさんお疲れお疲れ、どうやった僕面帰ってきた。いやもうすごい良かったっす。良かったっす。良かったっすけど感情が激しい。感情が激しい。感情、気持ち、もう みんなそれぞれのストーリーが多すぎて感情が忙しい。いろいろあるよ。いろいろある。ちょさ、うん、あなんかみんな持ってるリビレートのあのあれ欲しい。あれ。あれも欲しい。うちも。じゃあもう一度12時から見ますけれども。いや一番の見どころはうち的にあれと思うんだけど、キャプテンファズマとフィンが戦うところ。へえ意外。まあ、いろいろありますわ。いろいろありますか。ぜひベージュの回を楽しみましょう。わかった。これとこれと。はいはいはい。これと。いやいや、トムトルーパー、トムトルーパー持ってる。はい、2人ともブチゲット。 BB8 もよかったよかった。これさ、売ってる。あ、それ、うち買ったやつ。これ、おじさん買ったやつなんよ。声出る？ともにって言ってるで。あ、ホイッセーバーを握ったね。うん、お前、なんかいろいろ言うの。マスキングテープ的な。かわいい。あと上映前の食でございます。はい、楽しみ。はい、いただきます。はい、急いで。お疲れ様でした。無事上映終わりました。無事上映終わりましたよ。今多分夜中の2時半ぐらいですか。3時です。3時です。おおむねすごく良かったんですが、途中睡眠という名の暗黒面に何度か落ちてしまいあ、もうめっちゃ眠かった。ほんま、ほんま。金峰さんは、今は背中の北海のレンが暑かった。北海のレン暑かったね。北海のレンが暑かった。見る前にもう投げ捨てた。うちだって暗黒面で戦ってた。そういった面みんなそれぞれの暗黒面と戦ってた。日付変更上映でした。お仲間さんの違い。帰路につくんで、私たちもホテルの方に帰りたいと思います。はい、お疲れです。